はい皆さんこんばんは診療内科医竹岡がお送りする心身健康 TV の時間です体も心も健康にということで今日も最後までお付き合いください、えー、今日の話題はこちらですね接触障害における過食をご説明させていただきたいと思います。 えー、接触障害はですね。まあ、代表的な分類としては、この神経性、痩せ症、症まあ、通称拒食症ですね。あと、神経性過食症ですね。あと、過食性障害っていうこの代表的なものは3つあります。で、いずれにもですね。この過食っていうのが見られることがあります。 で今回はですね、なので、摂、え、食、ー、障害におけるこの過食の定義っていうのを、診断基準で最も有名な DSM5 っていうこの精神疾患の診断統計マニュアルっていうのがあるんですけどね、これからご紹介してみたいというふうに思います。えー、その前に簡単に自己紹介ですけれども、私、心療内科医竹雄と申しまして、一歴十数年ですね、心、えー、療内科と総合内科の専門医を持っている、川田とここの専門医で。 ございますでこのチャンネルではですね心身症というストレスに関連する体の病気とかですねあと心療内科について正しく発信する YouTube 上唯一のチャンネルになっておりますのでもしよろしければ、はい、今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いいたしますはいじゃあ戻りましてえっ、ー、と過食の定義早速やっていきたいと思いますえっ、ー、と過食の定義2つありまして1つはですね これです、えーと。ほとんどの人が同様の状況で同様の時間内に食べる量よりも明らかに多い、えー、食物を食べるというのがあ過食の定義の1つ目になります。これ通称接触のサイズとも言われますけれどもまあ要は量が多いっていうことですね。えーとまあ 他の人と一緒に食事をすることを嫌う方が非常に多いですけれども、まあ、一般的なこう食事のペースとか量ってありますよねこれがあ量に関しては明らかに多いというのが1つあの過食の定義ということになりますで2つ目の過食の定義ですね2つ目は食べることを抑制できない という感覚ですね。これを通称コントロールの喪失というふうに言います。あのこれ特に無茶食いの方によく見られる傾向ですけれども、まあ、食べることを、まあ、本来であれば制御できるはずですよね。はずなんですけれどもこれを制御できないというのがあ接触障害における過食の定義の一つとして挙げられています。で特にです、ね、この2番目のコントロールの喪失というのはとても重要なんですね。これが過食の中核と言っても、 過言ではないというふうに言われていてです、ね、このコントロール感をいかにこう元に戻していくかというのが摂食障害の治療においては非常に大事になってきます。で、えー、例えばですね自生が効かないほどの過食とかですねおう吐吐くほど食べてしまう。 あるいは一日中食べているとかですねこういったものは病的な過食ですねまあ過食の中でも病的なものと病的でないものがあるんですけれども病的な過食の可能性がありましてこれは注意が必要なんですねなので、えー、病院受診を検討していただけたらなというふうに思いますはい。 というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。あいつもいいね、コメント、励みになります。あとチャンネル登録もしていただけたらと思いますし、お友達にシェアしていただけると大変嬉しく思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよならー。バイバイ。